ビール会社の宣伝バス、ロンドンバス広告は、バス車両や、その付随、関連する施設などに施される広告のことである。公衆への情報伝達のための媒体である。ビジネス的な反則手段としての広告に用いられることが多いが、公的なメッセージを伝えるのにも用いられることがある。また政治キャンペーンや反則キャンペーンの一部分として用いられたり、その他、 民間ビジネス上の位置ツールとして用いられることがある。バス広告は20世紀初頭に路面電車において同様の方法が用いられたことに由来する。バス停留所におけるバスシェルターが広告スペースとなることがある。シェルターには性的なポスター形式、動的なディスプレイ形式、ロール形式などがある。双方向広告の手法が用いられることもある。また、 バス停ベンチの背部など路面上のものへも広告が展開されることがある。しばしば紙のバスギップが広告スペースとして用いられる。自動券売機用ギップ用紙の裏側に特定の会社の広告が事前に印刷されていることがある。バス広告の普遍的手法としてバス車両内の広告がある。乗客の目を引くために壁と天井との間の角の部分に広告が取り付けられる。 また、車内テレビに広告を放映する方法も増加している。その他、吊り革座席カバー中かりなどの広告も行われることがある。後部には全面広告が、側面には特性装置にはめ込まれた広告がある。バス車両、同セット詳細は、ラッピング車両を参照ラッピングバスの場合、改装中、営業未装中にかかわらず、道路を走行するだけで、 通行人や走行する車両からの多くの死人がなされる広告効果がある。多くのバス会社は故障等のトラブル対処のための予備者として1日中営業所内で待機している車両があるが広告。ベルリンバスの窓への使用が認められてアルコールの宣伝広告が車体側面、車体後部に施されているパネル式、全側面式、ラッピング式の広告は もし、掲出機関の関係で可能であるならば、ペンキトフによる方式が行われてきた。この方式は、ペンキのトフないし除去の作業を行おうとすると、そのバス車両を営業から外さなければならないため、広告主にとってはそれに見合ったコストや、掲出期間が必要であった。取り外し可能なボードを用いて、いくつもの広告パネルを変えていく方法も用いられた。 粘着ビニールの技術が出現したことにより、シール形式でバス外面に広告を貼り付け、除去するのが迅速にできるようになった。マイクロメートル単位で穴を開けて一方向透明に、したビニールシートの導入によって、伝統的な長方形の広告をやめて、窓へ添付するタイプという、より成功なデザインの広告を作ることができるようになった。バスの窓に、 部分透明な広告を添付する技術の出現したことにより全面広告は窓とその余りの部分を含めた完全なラッピング広告の形へとなってきている。スクリーン印刷からデジタル印刷への移行してきているため広告デザインが多色化複雑化してきていると言える。公共交通用のバスが宣伝広告目的に用いられているのは上記の通りだがそれに加えて 特定の宣伝目的のために全面広告の施されたバス自体が調達されることがある。こうしたとき、周囲の注目を集めるために屋根なしタイプのバスが用いられることがある。詳細は EN キャンペーンバスを参照のルウェーではバスにラッピング広告を用いることは道路当局によって禁止されている。禁止の趣旨はバス車両の窓は緊急時には 非常口の役目を果たすものであること、ラッピングした場合には緊急脱出用ハンマーを使って窓を破ることが難しくなることにあるという。ノルウェーのガイアトラフィックは薄いラッピングをしたところでバスの窓の壊しやすさに影響がないことが自社主権によって示されているとして、この禁止に反対している。ただし、同社は窓を覆っていた広告は除去している。 h t t p w w w d h b l a d e t n o n n y h e t e r 2 0 0 1 0 7 0 5 2 6 7 6 6 0 h t m <im> l l i v s f a r l i g r e l m e n d o c b r o 2 0 0 1年7月5日リリーブドエイプリル17-2007ありがとうございます